第5話、正解不可能な和訳問題。さてうさぎくん、今から出題される英語を正しく和訳できれば1億円を差し上げます。1億？決して難しい問題ではないので、冷静に考えればきっと大丈夫です。制限時間は10秒、準備はよろしいですか？ちょっと待ってでは出題しますので、分かったら答えてくださいね。用意始め。文頭の2V が不定詞で、リーチは到達する。ザ・ファイナルは決勝戦かな。ってことは、1決勝戦に進出すること。正解は決勝戦に進むためにでした。いやー、残念、実に惜しかった。サービス問題だったのに本当についてないですね。私も悔しいです。とって欲しかったな、1億。別の世界線。さてうさぎくん、今から出題される英語を正しく和訳できれば1億円を差し上げます。制限時間は10秒、準備はよろしいですか？よし来い。では出題しますので、分かったら答えてくださいね。用意始め。リーチザファイナルが決勝に進む、進む文頭の不定詞、名詞的用法か、副詞的用法だから、これどっち？決勝に進むために。正解は決勝戦に進むことはでした。いやー、残念、悔しい。運が悪いですね。もう二度とこんなチャンスないかもしれませんね。別の世界線。さてうさぎくん、今から出題される英語を正しく和訳できれば1億円を差し上げます。制限時間は10秒、準備はよろしい。いいからさっさと問題を出せ。いいでしょう。制限時間は10秒。用意始め。10、9。これじゃ回答できないな。どういうことです？文頭の不定詞ってことは、名詞的用法か副詞的用法の可能性があるが、この後に何が続くのかはわからないからまだ確定できない。文頭に長い不定詞句が来ると構造が取りにくくなるっていうが、それはつまりその後に何が続くのかがわかるまで、読み手や聞き手はその不定詞句の役割を確定できないから文の構造が取りにくくなるっていうこと。それを解消するために形式主語構文なんかも存在してるんだろう。見た目は同じ to 不定詞でも、それがどこにあるのか、前後に何があるのかによって訳し方は変わってくる。単語でも句でも節でも、その役割を意識すること、つまり品詞を意識することが大事。違うかい？おめでとう、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 おめでとうございます。1億円。